さあ、2023年1月19日がやってきてしまいました。独特ですね、木曜日のラジオは。ということで久しぶりな感じもしますけども、2023年1月19日スペシャルをですね、今日は放送していきたいと思います。別に何もいつもと変わりません、ラジオは。はい、ご報告からスタートでいいですか？はい、はい。まずですね、これはちょっと満を持してなんですけど、 XSR900 の自己修理企画、これメンバーシップの方はなんとなく触りは見たと思うんですけども、大事故車を修理するっていう企画を始めようと思ってますと言いながらもですね、もう実は修理は、収録も修理もですね、7割方終わってるので、あの中折れすることはないです、これ。はい、ちゃんと最後まで駆け抜ける企画になってるのと、それなりのテンポで上がると思うんですけど、一応ですね、そういう自己修理企画を始めます。なのでぜひですね、皆さんご期待していただければと。あの結構ね、あの単にあのバイク、まあ不謹慎かもしれないんですけど、直すのがね楽しかったっすね。なんかすごくですね、あのテンポよく修理をしていって、あのやってて気持ちが良かったです。これ楽しくなっちゃって、ちょっと昼飯の時間削ろうぜっていう話になるぐらいの感じの雰囲気で修理をしているのでですね、本人たちは楽しみながらやっております。まあ今本人たちはと言ったんですけど、はい、スペシャルゲストをお迎えして修理してるんですけど、これ、はい、あのやっぱね、できる人と仕事するのって面白いんですよね。あのもうまるで自分が2人いるかのように、タン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 って物事が進んでいく感じが、あの痛快でしたね。ということでですね、そんな感じの XSR900 の自己修理企画、あんなになっちゃったバイクがこんな風に直っちゃうんだっていうのはですね、あのすごくですね、面白いんじゃないかなっていうのと、不可能なことってないのかっていう気持ちになるんじゃないかと思うんじゃないかっていうぐらい派手に壊れております。はい、でも綺麗に治ると思いますんで、まだ完成はしてないんですけど、ほぼ実はもう7割方終わっております。なので部品待ちとかで止まってる感じですね。はい、なんですが、まあ、非常に個人的には痛快な企画になっておりますので、ぜひですね、今後多分2月ぐらいに公開できると思うんで、まあ、ぜひお楽しみにしていただければいいのかなというふうに思っております。そして次のご報告ですね。はい、頻尿戦士、頻尿菩薩のマルチステッカー作成中です。何のこっちゃって感じですね。はい。頻尿紳士はですね、まあ一応ご説明しますけど、頻尿紳士っていうのはもう皆さんご存知かと思うんですけど、トイレにまめに行くけれど紳士的に振る舞うというところなんですけど、頻尿戦士になるとですね、ちょっと危機感が上がるわけですね。我慢度がすごく危険な状態になってると。頻尿菩薩はもうこれ通り過ぎてるんでしたっけ？ゴールイン済みの菩薩ってことですね。はい、というですね、あのマルチステッカーっていうのをね、どうやら作成中らしいです。今表示させてます。あ、あるんですね、もう画像が。これ完成はいつですか？あのもうそろそろ多分届くと思います。あ、そうですか。はい、届いたら、ブースですかこれ。はい、あ、ブースで。なので、全国の戦士菩薩の諸君は、はい、これをですね、愛車に貼ることっていうのがですね、とても大切になってくるということでよろしいですか？はい。はい、という感じでございます。さあ、そしてですね、一応ですね、今日木曜日ラジオじゃないですか。まあ普通金曜日なんで珍しいと思うんですけど、明日9時から、夜の9時ですね、メンバーシップライブやります。はい、メンバーシップの方限定で、タイトルは、ゆるくみんなで1月27日金曜日の全体ライブの企画案を決めようということでですね、前に、実はちょろっと多分このラジオでお話ししてると思うんですけど、27日金曜日はうちライブじゃないですか、いつも。毎月。27日のライブの内容をメンバーシップの皆さんに決めてもらうっていう手抜きをしようかなっていうことなんですね。それは、金曜日、1月27日、明日ですね。明日のライブで、やりましょうということでですね、すいませんけど、皆さんの手を借りて、ライブ配信の前準備をするというところでですね、やってみるっていう初の試みでございます。やっぱりね、3人いればなんとやらってあるじゃないですか。そうするとね、50人ぐらい来たらどうなるんでしょうね。はい、瞑想するんですかね。ということでですね、皆さんの、案をですね、いただければというふうに思っております。これちなみにですね、メンバーシップの方がですね、当初月2本あげますよっていうふうにですね、企画はしていたんですけど、どうやら奈良君が面白くなってるみたいで要はそのメンバーシップってのところの動画って他の動画に比べて制約がとにかくないんですよ、ある意味で。やりたい放題やり始めてですね、今月にメンバーシップの動画だけで15本ぐらい上がったんですか、うん、はい、2日に1回は上がってるぐらいの感じですね。なんか爆笑しながらやってますけど、
まあそういったのも今出てきてますんで、メンバーシップご興味ある方はよかったら見てあげてくださいっていうのと、トツカチャンネルの方もなぜかペースアップして上がってるっていうですね、謎現象になってるので、別にメンバーシップに興味ない方はぜひそのままトツカチャンネル見ていただければですね、より。ちなみにざっくり内容を言うと、メンバー限定質問&相談コーナーですね。Q&A とかのちょっと一個深いやつですよね。そうですね。ただこっちの方は人数少ないから早く回るよって言って質問が殺到してまた遅くなってるやつですよね。そして表立っては言えない地下トークのコーナーですね。でもそんなにグレーなとこ入ってってましたっけ？まだ序の口ですよね、はい、安全運転にちょっと乱暴運転が入ったぐらいの感じだと思いますけど。そして BGA の整備動画、これ私の一押しだったんですけど、あまり評判は良くなさそうですね。ねえ、そうですね、はい、一押しだったんですけどね、はい。あとは愛のあるディスから学ぶっていうコーナーがあって、過去来たディスコメントですねを掘り下げるっていう、なんかいじめみたいなコンテンツがあるんですけど、これ思ったんですけど、これ始めたせいでディスコメント増える説ないですか？大丈夫ですか？面白いじゃんディスるとっつって、なんかこうもっとディスろうぜになったりしないですか？ちょっとそこ心配なんですけど。それは全体にあげたらそうなるかもしれないですけど、はい、はい、メンバーシップだから大丈夫ということで、めっちゃ、はい、ということで、そんなコンテンツが目白押しになってる、メンバーシップですね、はい、まあ気が向いた方は よかったらぜひお願いいたします。覗き見してください。さあ続いてはですね、2023年 XSR700 のですね、うん、動画を出しました、うん、まあふざけた動画ですよ。バイクが何も変わってなくて値段だけが上がりましたっていう発表があってですね、そこに対して値下げだっていうふうにまだでもサムネを XSR700 値下げっていう風にして、釣りみたいにやらなかっただけ許してっていう話はあるんですけど、はい、まあそんなですね、まあすごい簡単にどんな動画だったかっていうお話をすると、 XSR700 が6万だかなんだか上がったんですよね。でそこに対して何も中身が変わってないと、だけど値下げだろうこれはっていう暴論で話をまとめようとして、それなりの批判が来たっていう内容ですね。合ってますかこれで、おむね。まあそうなるよねっていう感じですよね、はい。じゃあちょっとですね、そこに対してですね、皆さんからいただいたコメントをまずはチェックしてみていいですか。暴論でも実際どこのメーカーも値上げは仕方ないですよね。なんだかんだごちゃついた電子系の装備がないのでシンプルだし、排気量もちょうどいいしかっこいいしですごく魅力的なんですよね。700はこの路線で続いてほしい、900とは別路線でクラシック方面をといただいてます。まあ、どちらかというとこれは許容寄りってことでいいですかね、はい、値上げ許容派ですね、はい。23年はプラス6万円で収まってますが、今のところ資材関係価格の値下げ要因が皆無なので、24年はさらに値上がりしそうです。コロナ禍で高騰した中古車市場の価格帯も少しは落ち着く頃だと思っていましたが、新車に合わせて上がりそうってきてますね。これも一応ご理解いただいてる感じですよね。許容ですよね多分ね、はい、の方のご意見ですね。素材業界のものですが、ここ1年半の間に、鋼材価格は 1.5 倍に、パイプ等の二次製品に至っては2倍に高騰しています。一般の人には理解が難しいとは思いますが、事実上の値下げという言い方はあながち間違いではありませんって言ってますね、はい。これ超許容派ですよね。 XSR がこれだと R7 は110万近くになるのか。日本で売るときって結構安く設定されたりするから、ヨーロッパ仕様の方は価格設定えぐそう、あっちは給料ちゃんと上がってるけどっていう感じですね。ちょっと雲行きが怪しくなってきましたね。正直問題は値段より台数ですよね。地元の YSP にバイク買いに行ったらことごとく在庫切れで、このままじゃ地元から YSP がなくなるのではと心配になってしまったので、これで少しでも YSP も利益が増えるのだったらありがたいですって来てますね、はい。増えないんですよ、はい、元の値段が上がるだけで我々の仕入れ価格が袖置きではないので、仕入れ価格も6万円上がるので何も変わりません、はい。その理論ならホンダのバイクは大幅値下げの大バーゲンセール中になりますね。流通エネルギーコストが大幅に上がっている今の状況で、大きく値段を上げないよう努力する企業様には頭が上がりません感謝。これ頭が上がりません感謝はホンダさんに向けてるところですねこれね、はい、うちではないですね。Z650RS が装備良くて川崎、ケアもついて103万なんだから、ヤマハもやる気出せよというお叱りの意見も来てますね。僕は今年 CB650R を買うけど、 XSR より値上げ幅が小さい。ついに XSR は CB のブルーと同価格、相対的には XSR は高い。ブラックは XSR より高いけどね。
XSR は多分輸入部品が多いんだろうねって来てますね。はい、バイク屋の儲けは購入者からしたら正直どうでもいいかと。単純に構造もカラーも変更なしで6万の値上がりだと、購入検討してた人の何割かはよそか中古車に流れそう。多少の値上がりは想定してたけど、せめてカラーバリエーションの追加とかはあってほしかったな。自分も購入検討してたけど保留かなってきてますね。はい、これは否定派だですね。はい、まあ、でも一定数バイク屋が儲けてると思う人いるんですね。これ多分メーカーも損してるし、うちは多分変わらないけど値上げして売れなくなるっていうぐらいの話かなって気がしますけど、原材料が上がってるから物の価値が上がってるのではなくて、同じ価値の物の原価が上がってるだけかとってきてますね。はい、わかりましたか今の。わかんない、どういうこと。原材料価格が上がってるせいで、要はそのコロナ禍で、鉄の値段が上がったよとか、ゴムの値段が上がったよ、はい、で上がったんではなくて、同じ価値の物の原価が上がってるだけ。要はその何も価値が変わってないにもかかわらず、その原価が上がってるだけだって言ってるんですね。まあ正直私も何言ってるのか分かんないまま説明したんですけど何言ってんだろうこの人と思いながら、はい、難しいです、ね、同じ価値のものの原価が上がってる、かぶせてきた感じですね。一休さんが2人いたと思ってもらえればそう、トンチにトンチかぶしてきた感じで、はい、いや俺も説明しながら分かるだろうと思ったら分かんなかったっていう、ね、同じ価値のものの原価が、同じ価値のものの原価が上がってるだけ、結局原価が上がってんじゃんっていう問題は値上げしても欲しい人に供給されないことです。 XSR700 欲しかったけど CB650R の方が先に来たので購入しました。ローン組むので多少の値上げは気になりません。これ式の値上げで買わないだのいらないだの、本当にこのバイク好きなのかなってきてますね。いやこれが、はい、めちゃくちゃ同じ意見ですね。あ、ここにアグリーなんですね。これこの意見の人多いんじゃないのかなと思ったけど、そうでもないのかな。で一応賛否あると思うんですけど、値上げって気持ちがいい話じゃないわけですよ。誰も喜ばないわけですよ。でこれ実は値上げする側もそうなんですよね。例えば何も原価も変わらず何も状況も変わってないところで6万円の値上げだったら、その6万円そのまま懐に入るんだったらって表現がいいですかね。6万円そのまま懐に入るんだったら、まあ値上げする方はそれが数がちゃんと売り切れるという前提であれば、要は全部さばけるっていう前提であれば、値上げしたものが一人勝ちして、それ以外の人たちはみんな泣くっていう形になると思うんですけど、例えば販売する側は努力が必要になる、我々ですね、値段が上がってしまったらよそにも流れてしまうお客さんが出てくるから、そこに対して努力する必要があったりとか、逆に、買う側はなんで余分に同じものに6万もプラスしなきゃいけないんだっていう形になるわけですね、はい、ただ、まあ、現実的にはですね、まあ、これあんまり中身紐解いてもしょうがない話ではあるんですけど、ただ一応そのオチとしてこの話を落とすにはですね、まあ、あの不満は必ず出ます。何が起こっても、その世の中に生きてる以上ですね、自分のための世界ではないので、まあ、不満は常に出てしまうものかとは思うんですけど、特に今はあの景気があまり良くないので、それも世界的に良くないので、まあ、世の中に対する不満っていうのも皆さんたくさん溜まってると思うんですよね。だからこういう何か目につく、分かりやすい不満ぶつけポイントがあるとですね、どうしてもやっぱり腹が立って物を言いたくなるっていうのはですね、まあ世の常なのかなというふうに思いながらですね、まああのでも上がっちゃったね、残念、でも俺上がる前に一回言ったじゃんみんなに、でもその時 XSR 間に合ったのって言ったら間に合わなかったんだけどっていうところでですね、他のメーカーさんをちょっとチェックしてみましょうか、はい、まず噂の CB650 見てみましょう、はい、2万2000円の値上げになってるようです、はい、確かにでも2万しか上がんなかったのかって感じですよね。今いろんなものが上がってる状況を見ると、はい、マットブラックはもうプラス2万2000円だ、4万4000円の値上げってことですかね、黒は、うん、という形になっております。そして次はですね、他のライバル見てみましょうか。 SV650 これいってみましょうか、はい、SV650 は、はい、また2023年2月3日リリースということでですね、リリースじゃねえや、発売ということでですね、価格は据え置きです鈴木さんの腕の見せ所なんでしょうねこの辺はね、真骨頂なんでしょうね、はい、非常にお値段お手頃のまま80万3000円でございます、はい安いですね素晴らしい、名車を安く提供するメーカー鈴木さんということで、はい、さあ続いてはですね Z650RS ですね。こちらはですね、103万4000円ということですね、はい、ということで、まあ2万2000円アップですかこれ、はい、はい、2万2000円アップということでですね、
Z650RS が 22,000 のアップ、 SV650 が、末置き、 CB650R が、22,000のアップ、XSR700 が 66,000 のアップ、うん、はい、ということでですね、僅差ですね怒られるということでですね、 44,000円がどういう金額かっていうと、400円の牛丼が、100杯食べれる。だからやっぱり1年分の従業員 の牛丼代がこう、大体皆さん多分1年間に100杯ぐらい食べると思うんですよ。3日に1回食べてるでしょうからがですね、まあ、ヤマハは、皆さんの、給料に転嫁してきたというふうに考えていただければいいんじゃないでしょうかダメですか続いては新企画でいいですか、これ、はい、新企画でですね、ちょっとお試しでですね、戸塚学園というのをやろうと思ってます。でこれ何かっていうと、まあ皆さん、まあバイク偏差値を上げたい方々が結構世の中には多いのかなと僕らは思うんですね。バイクに詳しくなりたいっていう人とか、今バイク全然よく分かんないから少しでも知りたいっていう人とかですね、いろんな方いると思うんですけど、そんな皆さんにですね、ちょっとバイク偏差値を上げていただくべくですね、戸塚学園という企画をやろうかどうか迷ってる段階でいいんですかね、これね。今日は試しに授業を1個だけお見せしようかなと戸塚学園の皆さんは体験入学としてですね、今日このラジオを通じて戸塚学園に体験入学していただいて、これおよそ何分ぐらいの授業ですか。10分の授業をですね受けていただくということになります。でその授業がですね、果たしてもっと受けたいものなのか、もう見たくないものなのかっていうのはですねこの動画で判断しようかなとは思ってはいるんですけども、一応皆さんのバイクスキルを、無駄な雑知識をですね、まあちょっとこう上積みできたらなというですね、よく動画の最後にこの動画が皆さんの役に立てることを祈っております、今日はこれでお別れです、さよならっていう、その、皆さんのお役に立てることを祈っておりますです、これ、はい、を、ちょっと今日は見ていただくということでよろしかったですか。はい、はい、というわけでですね、皆さん戸塚学園へようこそ、体験入学を楽しんで帰っていってください、気が向いたら入学してくださいということで、一旦休憩。さあ、はい、皆さんが入学したのはですね、はい、戸塚学園です、はい、この学園はバイクについてもっともっと知りたいという方向けにですね、素晴らしい授業を繰り返してですね、1年経てばもうベテランライダーというですね、魔法のような、まあ、学園となっております。今日の生徒は、あ、奈良さんです。はい、原付です。はい、というですね、そうそうたるメンバーをお迎えして、はい、戸塚学園、今日もですね、まあその2人とそして視聴者の皆さんですね、合わせてですね、バイクに詳しくなっていこうという形の、はい、授業になっております。お間違いないでしょうか。はい、はい、はい、じゃあ今日はですね、国語でございます。はい、はい、はい、今日は国語の、授業を通じてバイクに詳しくなっていくと。これテスト出ますか。もちろん。あ、テストやるんですか。もう全部出ますから私が喋ることはもう雑談も全部含めて出てくるということで解釈していただければいいんじゃないでしょうか。テスト出そうなところは教えてください。わかりました。テスト出そうなところは教えます。はい、まあ、それが授業ですからね。はい、はい、ただもういろいろバイクってわけわかんないじゃないですか。皆さんもね、わかんねえよ、いろいろ用語も多すぎてと、一体何なんだというふうにですね、アジャイルってなんだよって思うと思うんです。ヤマハのホームページ見てトルク&アジャイルって何と何を足したんだって思うと思うんですけど、そういうものもですね、この授業を受ければ分かってくると、はい、いうことでですね、そういう難解なわけわかんない XSR700 のホームページとか見ていただければですね、分かると思うんですけど、何が書いてあるかもう分かんねえよっていうのもですね、だんだん分かるようになってきますから、お二人も、はい、今は分かんないでしょ。分かんないです、はい、よく分かんない、色素群税空みたいなこと書いてあっても、今日はその基礎からいきます。はい、はい、一番簡単な授業なので、今日1次元目なので、漢字の読みですね、そしてオートバイにもですね、漢字はオートバイを構成する中でもとても大事な役割を果たしています。一見バイクと漢字ってつながりあるかわからないでしょ。わかんないですね。ただ非常に深く結びついております。漢字、はい、バイクと漢字、その深い結びつきについて漢字を読みながら皆さんと一緒に、まあ、紐解いていこうというのがですね、1時間目でございます。はい、まず一番簡単なものから、私ちょっと漢字書きますので読んでいただきますよ。いいですか。面白いですね。はい、じゃあ、はい、最初の一つ目、これ読めますか。どうぞ。はやぶさ。
おお、すごいじゃないですか。これ知ってるよね。これは知ってます。おめでとうですね。これは知ってます。これはどういう字か、そしてどういうものかっていうと、まあハヤブサというバイクがこの世には存在してるんですよね。はい。どんな思いでその名前をつけたかわかりますか？いや、ちょっとわかんないです。それはまだまだ勉強が足りてないですね。はい、なるほど。まあもう、ハヤブサのようにってことじゃないですか。どれぐらいの大きさですか？はい、その思いは。これ字が読めるだけじゃ、国語っていうのはあの本当にこう字読めるだけじゃダメですよ。深くその内容まで分かっていかないと。はい、分かんないですね。50% ぐらいの強さです、これ。え？ 50% ぐらいの強さで、すごい強い思いですよ。50% ってすごい強いんですよ。大体 1% にも満たないので。はい、ということで、ちょっとですね、回答をいきたいと思うんですけど、はい、ちょっと間違えましたね。ここ大事なポイントなんで。こうでしたね。はい、まあ、ざっくり、これがハヤブサだとしますね。はい、そしたら、大体こんな感じです、大きさ的には。こんな感じ。おぉ、50% これね。50%。通常、そういうことね、そう、よくあるのは、この辺にちょこっと、こんぐらいでね、1% にも満たない感じで、主張してるケースが多いんですけど、まあ、ハヤブサに関しては、これぐらい強い思いで名前が付けられてると。こういう背景も覚えておいていただけると、あの非常にいいですよ。はい、ここあとテスト出るとこ、ここね、ここ間違わないように気をつけてください。どこだからいいですか。こうスピードが出るバイクっていうのは基本こう下がります、大体みんな。あ、よく見れますね。よく見るでしょ。はい、多分バイクにまだ詳しくない皆さんは、なぜここが刃物のようにエビフライの後ろのようになってるんだろうって多分疑問に思う一番最初のポイントじゃないかなと思うんですけど、ただハヤブサの場合はここがこうなるっていうのを忘れないようにしてくださいね。はい、これ大事なポイントですから。はい、ということで、忘れないように。さあ、いいですか。おしゃべりしてる時間はないですよ。はい、はい、授業の時間は限られてますんで、はいはい、よろしいでしょうか。はい、次いきたいと思います。はい、はい、どうでしょう。刀。君なかなか優秀ですね。ありがとうございます。はい、知ってますね。はい、撮影させてもらってます。撮影させてもらってる。はい、はい、これただよく見ると、はい、これ字が間違えてます、これ。うん、はい、これの正しい、字どこが間違えてるかがこの問題の、まあ、ミソになる部分なんですけど、わかりますか。チョンがないですよね。いや、これですか。はい、惜しいです。惜しいいいとこついてます。まあ、一応ほら書いてあるじゃないですか、これ。はいはい、あ、この蝶はなんかあのペンピッてやった時ついちゃっただけなんですけど、これですよね。うん、あ、違う、そのこれが普通の刀はないんじゃないですか。あ、違うんですよ。違う。はい、わかりますか、何がおかしいだろう。はい、字が間違えてるんですけど、あのこういう字をあの書いてあることもありますね、ちょっと刃的な。あ、はいはいはい、はい、ただ字は合ってるんですけど、ちょっと違うんですよね。漢字の授業であるけれど、同時にバイクの授業でもあるということを忘れなくということで。これでも視聴者の皆さんも分かってると思いますよ。足りてないじゃん、あれが。違うじゃん、字が間違えてるよっていうのは気づいてると思いますよ。はい。はい、刀の形になってるどこか。正解。あ、素晴らしい。これで字はね、本当は正解はこれなんですよね。はい。はいはいはい。なるほど。これが、正解の字でございます。よろしいですか。これはどういう思いでこれこうなってるか分かりますか。刺そうとするわけですか。いや、これはさっきの話、そんなハートを刺そうとか、それはあのもう多分あれですよね、これの話してますよね。これの話してますよね。はいはい、そんな甘いもんじゃないですね。本来これを大きく書かなきゃいけなかった場所に、どうしても赤くメーカー名を書いてしまったんですね。そう、だからこれを書くスペースがすごいちっちゃかったんですよね。だからもう刀っていう字に対して刀が書いてあるわけですから、これ以上ないぐらい誇張する方法として大きく書く以外にこういう表現方法もあるっていうのを覚えてください。これ試験出ますから。お書き順とかマジめちゃくちゃっすよね。はい、じゃあ今日の授業の最後の問題ですね。はい、これ読めますか。ネギじゃないですよ、これ。大丈夫ですか。ネギ物じゃないですよ。はい、で読んでみてもらっていいですか。これ忍者ですね。素晴らしい。奈良君ついてきてますか、授業。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。読めてました、これ。ネギ物って読んでませんでした。大丈夫です。大丈夫ですか。
某メーカーのバイクですね、これ。はい。ただ、某メーカーのバイクではあるんですけど、どのバイクを指しますかっていう話なんですよね。じゃあ排気量からいきましょうか。何 cc のバイクの話をしてますか、これ。まあ、結構いろいろあるイメージですよね。そうですね。はい。はい、450ぐらいですかね。なんか、聞いたことないですけどね。はい、450ぐらい。なるほど。450。あ、どうぞ。ちょっと真剣に考えて。SR ぐらいの雰囲気の、あ、雰囲気ですね。あ、400cc ぐらいのイメージ。そうですね、400cc ぐらいのイメージ。あ、なるほど。じゃあ奈良君、答えてみてください。はい、まあ900ですね、あれですね。はい、のイメージで、まあ、考えてると。これね、簡単に言うと正解がないんですよ。なんでかっていうと、全部これなんです、ある意味。ほぼこれなんです。ただそれがどういう意味か分かりますか。なぜそのようになってるか。じゃあ文字の語源を考えましょう。これどういう、これ忍者って、はい、どういう存在ですか、忍者っていうものは。基本的にもう忍たま乱太郎を連想しますね。忍たま乱太郎、はい、あの夕方ぐらいにやってる感じ。あ、そうですね。あれですか、もう忍びですよね。忍び、そうですよね。つまり忍びというのは泥棒。忍者って泥棒なんですか、あなたの中では。あれ違います。泥棒ではまあ厳密には泥棒なのかもしれませんけど、はい、要はですね、基本隠れてる忍びのものなんですね。はい、だから木を隠すなら森ということで、まあ簡単に言うとですね、どれがどれだか分からなくして、本物の忍者がどれなのかを隠してあるんです、あれ。分かりますか、そういう存在なんです。ただ奈良半君はちょっと見抜いてる感じはありましたけども。はい、さすが長いですね。古いだけじゃないですか。はい、最近では横文字のアルファベット表記にして、はいはい、外国人からも隠れるようにしてますね。テールカードの下の方に大きく書いてあったりするんで、これ、はい、というわけでですね、まあ、今日はまだですね、今1時間目なので、すごい簡単なものでやらせてもらったんですけど、まあ、こういった形でいろいろな意味を含んだ、まあ、オートバイが漢字と結びついて、いろんな思いがそこから読み取ることができるというのがですね、まあ、今日の授業でした。お分かりいただけたでしょうか、2人は。分かりました。はい、多分書けると思います。試験答えれると思います。答えますか、はい、大丈夫ですか。はい、ということで、実際これが何のバイクを指しているかは、勉強しておくように、はい、自分で予習しておくように、はい、ということで今日の授業は、これでおしまいになります。さあ、いかがだったでしょうか。非常に有意義な授業だったんじゃないかと、自負しておりますが、はい、少しこれで詳しくなったんじゃないかなということで、はい、という感じでした。まあ、この動画というか、この授業がですね、もっと受けたいのか、もう受けたくないのかはですね、まだ今、国語ですね、を受けていただいたんですけど、数学とか英語とかいろいろありますんで、まあ、その辺でですね、もういいよいいよいいよ、やめてやめてっていうのか、もしくはですね、こういうのが欲しかったんだよなのか、はい、まあ、そこはちょっとコメント欄で感想を聞かせていただければと思っております。さあ、続いてはですね、次回の募集テーマですね、はい、2023年に行きたい場所、買いたいもの、食べたいものなど、バイクに関するアクション宣言をお願いしますということでですね、皆さんがですね、2023年にもうやろうと決めてること、まあ、1月ですから、もちろんそういう宣言もねあると思いますよ。もしかしたらどっかの峠道の入り口に看板立てようとかっていうアクション宣言立ててる人もいるかもしれませんし、まあ、その辺はですね、ちょっと皆さんの意見を聞かせていただければということでですね、皆さんのアクション宣言を、もしよろしければこの動画、今見ていただいている動画の概要欄、もしくは横浜戸塚チャンネルのホームページのワーマーズカフェの中にも、まあどこのこっちゃって思うかもしれないですけど、分かる方はですね、そちらの方にも、リンク貼っておりますので、ぜひぜひですね、皆さんのご意見を、今もう投稿フォームになってますので、写真付きで送れますから、ぜひぜひ振るってですね、応募していただければ、それをまた次回の、ラジオで発表させていただきたいなと。じゃあ今日はですね、この辺でお別れになります。何の放送だったんでしょうね。全部を通してというわけでですね、また次回の、YS パンダラジオでお会いしましょう。さよなら。